徳島から物産展やっておりますけれども、たくさんの方にお越しいただいてありがとうございます。まあ物産のいいものがたくさんありますけれども、やはり徳島というとこの阿波踊りなんですね。400年の歴史を誇りますと阿波踊りなんですけど、昭和21年に20年敗戦すぐ21年にいち早くこの阿波踊りを復興させましたので、その五社兵というチームなんですけど、年間200回ぐらいの出演を国内外ずっと行っております。一番うまくの方に私のプロマイド付きのこのうちわを差し上げたと思います。どうぞね、はいはい、どなたでも結構ですよ、はい。今女性踊り、女の人が女踊りするのね、それから女性の方がこう男の踊りをするっていうのが、女性の方、男の人は男踊りだけですよね。ちょっと来てください、はい、ご一緒に。じゃあ一緒に男踊りしますか、女踊りしますか。男踊りは、はい、じゃあちょっとゆっくりやってね。じゃあちょっと前で一歩前に足元だけ見てください、はい、じゃあ一緒にやってください。はい、こういうね、あの北郷さんと北郷さん30センチぐらい開ければかっこいいんですよ、ね、で手を高くちょっと上げて、はい、ホイールが踊りの姿勢になります。で右足をやや斜め前に軽く一歩、体重かけないでください、はい。で2で残った親指の真上に返してください。こういう、そうそう、はい、逆の足が出ます、はい、斜め前に出て、それで少し返してください。あ、いい格好だ、はい、1と2で返します、1と2、1と2、1と、うまいうまい、はい、はい、ね、あ、いけそうだな、じゃあ手高く上げましょう、はい、じゃあお林さん入ってください。どうぞどうぞ、はい、ね、うまいね、なかなか、はい、手を上げて足を運べば阿波踊り、ご一緒にどうぞご参加ください。はい、子供さんもご参加いただいているようでございますけどもね、お母さんもどうぞ、ね、3分間あっという間でございますから、ですか、この全国で12位という成績を抑えました徳島のキャラクターね、スタジオ君でございます。もう一度スタジオ君一人で踊らせますから、大きな拍手をあげてください皆さん、はい、頑張って、はい、徳島県代表スタジオ君。